こんにちは、冷泉です。今日は7月10日火曜日になります。絶食86日目ですね。今午前5時35分ってところです。ようやくアップ終わったところです。なんかすごい時間かかっちゃいました。で、天気は晴れですね。今日もいい天気です。多分また暑くなる夏日和ですね。で、睡眠時間は30分。午前2時から2時半の間ですね。30分間とってます。で、今日はドリンク取る日にするので、一応ファミリーマートとスタイルワン、ピアゴですね。今行ってこようと思います。ピアゴは9時過ぎたから、過ぎてからですね。それまでとりあえず水飲んで、必要になったらファミリーマート行くって形取ります。そしたら始めていきます。スタイル1フルーツミックス取っていきます。今時間が午前9時40分ってところです。これとあと水も天然水ですね。いつものやつ250。飲んでいきます。そしたらしばらくっていうか、今日はゆっくりします。フルーツミックス残り400取っていきます。今11時35分ってところです。飲んでいきます。今12時10分ってとこです。ミックスフルーツファミリーマート取っていきます。500。これ飲んでいきます。ファミリーマートのミックス取っていきます。今1時15分ぐらいですね。で、これ500。とあと水ですね。水も250取っていきます。これだけですね。飲んでいきます。スタイル1のフルーツミックス取っていきます。今午後2時20分ってところです。あ、500。今日なんかちょっと涼しくて過ごしやすいですね。飲んできます。スタイル1のフルーツミックス取っていきます。これ400ですね。あと天然水、水も250。それで飲んでいきます。ミックス、ファミリーマートのミックス取っていきます。
歩こうかな。そしたらこれ、時間今5時50分ってところです。これ飲んでいきます。ミックスフルーツ取っていきます。500ですね。これでラスト。あとは明日から水なしで一応やっていくつもりですけど、ちょっとまあ湿度次第ですかね。で、あと水、今ちょっと風呂入ったんで水が欲しいんですよね。水なしやるんだったらもう風呂入れないんで、まあなんとかこれ飲んでいきます。寝ちゃいまして、で今翌日の午前3時過ぎたところですね。今20分ぐらいです。まあ起きたのは2時50分ぐらいかなに起きて、でちょっと今ゆっくりしてたところです。今3時20分、もうそろそろちょっと体重測定しようかなっていう感じで、昨日の夜10時ぐらいから、昨日の夜っていうか、まあ7月の10日ですね、10日分の夜10時ぐらいから寝ちゃって、で11日目ですね、午前3時ぐらい、2時50分ぐらいに起きてるけど、まあ3時ぐらいまでの5時間ですね、寝てます。で計上するのは、一応、まあ、今日は7月10日分なんで、10時から0時までの2時間の計上ですね。で、今から、この10日分の体重測定やっていきます。ウエスト測っていきます。正面と側面、60ジャストところですかね。60.5 かな。60、60ですね。血圧測っていきます。107-75です。今日の結果報告です。今日は、天気晴れですね。いい天気でした。睡眠時間は2時間半。午前2時から2時半までの30分と、午後10時から深夜0時までの2時間ですね。合わせて2時間半です。で、午後10時から0時までは、この深夜0時で起きてるわけではなく、翌日の11日、明日ですね。明日の午前3時まで寝てます。なんで、今日の午後10時から明日の午前3時の間の5時間ですね。寝ちゃってる。ちょうど計測する前に寝ちゃったんで、まあ今はすっきりしてるんで気分いいですけど
眠たくないんで、のところです。ジョギングとウェイトトレーニングはなしですね。飲んだもの、果物ジュース 3800ml。 まあ今日はだいぶこのぐらいの量だったらいいかなっていうところですね。で、水の方が 1000ml 取ってます。このぐらいのペースで休憩日は行きたいところですね。で、尿回数13回です。で、色はほぼ無色とかなり薄めと、あとも完全無色っていうところ。量はだいたいまあ平均的に出てます。で、今日の気づきは今日はないですね。もうない。特にまあ今日は何かやってるわけでもないし、何かあったわけでもないし、ちょ、今まで出したもの以外では特に何もないんで、まあ気づきはないですね。やっぱあの蚊にはやたら刺される。もう日中でも庭に出て洗濯物干すと、もう足とかすぐにブスブス刺される、何箇所も。やっぱ果物ジュース取ると蚊がたくさん寄ってきますね。果物ジュースに限らず、食べ物を取ってると蚊がたくさん寄ってくる。これは間違いないですね。で、もう絶食すると寄ってこなくなる。寄ってこなくなるというか、まあ、あと果物ジュースの量とかにも変わってくるところですね。ある一定の量以下だともう寄ってこなくなるけど、一定の量以上取ってるといっぱい寄ってくる。なんかあるんでしょうね、やっぱり果物ジュースとか、まあ食べ物ですね、食べ物摂取するとやっぱなんかそういうのをなんか出すんでしょうね、匂いを。で、まあ、匂いかホルモンかなんか出てて、それによって虫が寄ってくる、蚊が寄ってくる。血を吸いにですね。まあ血を吸うだけではないかもしれないですけど、そういう仕組みになってるっぽいですね。このまあおそらくこの世界にある全てのものには何かしら意図が、意図というか、まあ思いがあって生まれてると思うんで。蚊にもそれなりの、まあ、あの思いがあって生まれてると思うんで、役割とかもありそうですよね、蚊には。感じです。あんなところですかね。特に今日は何もなし。気づきっていう気づきも今日は、なんかやってるわけでもないんで。で、体重の方は 48.15kg、マイナス 0.75kg の減少です。まあ、計測時間が5時間ずれてるんで、これは、今までの流れで比べることのできない数字なんで、なんとも言えないですけど、一応、まあ、こんだけ減ってくれたらいいかなってところですね。で、BMI は 15.2、マイナス 0.2 の減少です。体脂肪率 5.0 で変化なし。血圧の方は107-75。まあ、いつもと同じところですね、これ。で、ウエスト60センチ、1.5センチの減少です。まあ、0.75 は減ってるから、まあ、妥当なところでしょう。そしたら、今日はこんなところですね。明日、正直、まだ休憩足りないんですよね。ちょっと心のどこかであんまり、もうちょっと欲しいなっていうふうに思ってるところがあって、だけど、もうそろそろちょっとやりたいなって気持ちもあるんですよね。で、どうしようかなって今思ってるところなんで、一応やれそうだったら水なしで、まあ、喉乾く感じだったら水だけ取る。で、まあ
やっぱりちょっとドリンク欲しいなと思ったらドリンク取るってところで買いに行く。うん、もうちょっと休憩正直したいなっていうのが正直なところですね。まだちょっと足りないかな。カナブンがねいるんですよ。3匹入ってきてて2匹は出したんだけど、まだ1匹残ってるんですよね。まだ雨戸をつけてないもんで入ってきちゃうな感じです。そしたら、絶食86日目完了です。それではまた明日。